ーでございます、今日はですね、12月31日大晦日でございます、で今日は家族でちょっとある場所に向かってますけども、実は元気くんが、ね、久しぶりに帰ってきまして、元気くんママそしてりゅうちゃん勝利くんといます。はい、どこへ向かってるかと言いますと、前回ご紹介しました、福津市福間海岸のねグランピングができるぶどうの木さんのあそこの宿泊施設がありましたけども、どうしてもあそこに行きたいなというふうに家族でなりまして、ね、なったね。りゅうちゃんと元気がさ行ってないって言って、はいはい、あれは見たら行きたくなる、ね、あれは見たら行ってないもんママも泊まってはいないもん。そうそうね、そうです。それでもちょっとですね、ちょっと連絡したところですね、部屋が一部屋偶然空いてるということでございまして、行こうということで年末年始は、そちらのぶどうの木さんで、過ごそうかなということで今向かっております。それで今その宗像の方なんですけど、そっちに向かってるんですが、せっかくなんでご飯を食べようというランチをしようということで、昔来たことがあるお店がありまして、これねうどん屋さんなんですけども、ね、非常に美味しいのでそこに行きたいと思います。はい、ということで到着しました。こちらです、えーちゃんうどん。イエーイ。ここめちゃくちゃ美味しいんですよね。前ねロケの合間にね来たことありまして、ここおすすめなんですよ。今日は大晦日だからめちゃくちゃ忙しいんですけども、食券買います。はい、一番おすすめは、はい、鍋焼きうどん。入って。いいから入ってから言おう。入ってから言おう。うるさいな。一番おすすめはですね、うん、鍋焼きうどん。あ、いいね。あたしちゃん鍋焼きうどん。あ、いいね、いいね、いいね。勝利はあれが好きなんです、ね。どこで買うの？カツ丼もめっちゃうまいよ。あとね、柏のね、おにぎりとかね、俺そば食べたい。そば食べる？あったかいそば食べたい。あったかいそば。ということでやってきました、えーちゃんうどんですけど、僕は実は昔ね、原口さんとかと一緒にロケで来たことある。ロケの合間の昼飯で食ったんだけど、そうそうそう、めちゃくちゃ美味しいんですよ。サインとかない。僕はね、手打ちうどんなんですよ。手で打ってんだ。向こうで今まさに売ってる、店の中で売ってる手打ちのうどんが美味しいんですね。でこれ天かすも、ほら天かすも食べ放題、ネギも食べ放題。でも九州はね、うどん屋は大体こういう感じですけど、そうだね、うどん屋さん、九州はうどん屋さんだよね。ちょっと手打ちのとこ見てこようかな、撮らせてくれるかな。ちょっと行ってきますね。ちょっと行ってらっしゃい、はい、はい、あ、ということでこれがまさに店の中で今うどん、うわ、うどんをこう売ってるんですね。すごいな、かっこいい。すいません、待ってください。うわ、ほら、ここで店の中での手打ちのうどんがね、いいですよね。最高。こっちちょっと反射しちゃうんですね、こっちだと。じゃあ、えい。すげえかっこいい。すごいよな、ここはもう老舗のうどんですからね、老舗のうどん屋さんですから。はい、ここで目の前でねうどんをこう打ってくれるという、してくれるというこの感じね、いいですね、この雰囲気が。はい、最高ですね。ここにもこうお稲荷さんとかね、ずらりとこう並んでるんです。これもね、美味しいです。はい、いいね。さあ、きっきりに入ります。入ります。前から、はい、うわー、うーすげー、うわ、すごい。
か。あっちは機械なんだ。こっちは手でやって、こっちは機械ですね。へぇー。あー。全部均等に。はい、さあそして、お、おー。おおおすげえ、かっけえ、うん、うわー、来たー、うわー、やっおー、すげえ、おいしそう。すいません。お、来た、あ、来ました、来ました。いやー出た、A ちゃんうどん、一番人気、鍋焼きうどんです。はい、ちょっと見させてもらっていいですか、ママ。はい、せーの。じゃーん。うわー、うまそう。おでんみたいなのが入ってる、おいしそう。最高だ。おいしそう。これが鍋焼きうどんです。おいしそう。あ、はい、すいません。はい、カツ丼来ました。はい、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 はい。はい、うわー、カツ丼2つ、元気と。勝利くん、じゃあ元気くん、あげてください。お願いします。うまそう。うーいしょー、美味しそうなカツ丼です。美味しそう。美味しそう。うどんもついてます。ここだっけ、ちゃんとね。はい、じゃーん。いやーさー、ちょっと、いやーさー、美味しそう。カツ丼大好き勝利くん。さあ、そして、あ、どうぞ。来た、そば。それは何ですか。エビ天とごぼ天、あ、俺ごぼ天。ママごぼ天好きだよね。はい。美味しそう。カシワも。あ、来ました。カシワ飯。めっちゃ参加。そして、はい。リュウちゃんのこれエビ天。エビ天そば。そばね。はい。はい。あ、そしてこれはごぼ天うどん。美味しいんだこれが。さあ、では。いただきましょう。お願いします、勝利くん。いただきます。はい、いただきます。さあ、どうぞ。じゃあまずは、じゃあ長男の元気くん、カツ丼食べてください。お願いします。いただきます。はい、うまい。うまい。そう、うまいよ。美味しそうだね。うまそう。おいしい、最高。うん、ねえ、はい、エビちゃん行っちゃって。はい、エビ天そば。そばも美味しいからな、ここは。よし。うん、どう、うん、まはい、エビもね。いや、いいね。うん、うま。おいしい？めちゃくちゃうまい。いや。さあ、じゃあ勝利くん、いっちゃってください、カツ丼。おいしそう。うん、おいしそうですね。うん。カツ丼大好きだもんね。うん。絶対カツ丼だもんね。どうだ？うまっ。来るか。うまい。おいしい。おいしい。さあ、ママじゃ行っちゃって。いやー、すごい美味しそう。どうしよう。これ一番人気らしいですよ、本当。鍋焼きうどん、ここ入れなくてもいいよね、このままで。ママ、猫舌じゃないから。いただきます。うん、熱い。やっぱこれ入れなきゃじゃない。熱いよね、鍋焼きだから。うん、はい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 、はい、スープ入れようかな。はい、すごい。丸天のこのほら、天ぷらも入ってる。うわ、ほら、そうね、九州のね。美味しいんだよね、丸天とか。うわ、揚げまで。揚げまで入ってる。美味しそう。いただきます。うん、麺がもちもちで美味しい。うん、めっちゃ美味しい麺。美味しい。うん、手打ちだからね、やっぱね。手打ちだからね。うん、すごいよね。はい、あれ、元気、うん、
あと腰はもういいよ、腰が食うっすよ。腰はおにぎりも美味しいの。いや一気にいっちゃった。すごいですね。美味しい。うまいでしょ。じゃあちょっと天かすをね、せっかくだから。天かす入れる人います？いいの？だって天ぷらだから天かすが入ってるから。ネギ入れようかな。ネギ、うん、ネギ入れます。ネギもね入れ放題なのでいいんだよね。うん、ほら。待ってる。ほら。じゃあちょっといただきましょう。いきます。おいしい。最高だな、この出汁が。おいしいね、うん、そしてこの麺がねすごいんですよ。いただきます。うまい、うまい麺、めちゃくちゃおいしい。もちもちだね。もちもち。やっぱ手打ちだから。うん、もちもち。全然違う。そしてこのごぼう天も大きいごぼう天。うまっ。ごぼう天うまい。これ。うまい。うん。うん。うん。うまい。うまい。そして卵も入ってる。本当だ。卵の黄身。本当だ。うわ、美味しそう。うん、とろー。あ、いいね。いやー、美味しそう。これ絶対うまいわ。うん、うまいね。ちょっとください。食べにくいね。お、いいね、いいね。食べてるけれども、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。